皆さん、こんにちは。こんにちは。まあ、今日のビデオはファンキャオのシリーズの第3回目ですけど、私、30代のロジャー、すごく関心ある課題です。今日はアンチエイジングの話をしようと思うんですけれども、もちろん30代の方だけでなく、何歳の方でも使っていただける商品を紹介したいと思います。ところで、ファンキャオのエイジング商品がその種類が多いので、ビデオで全部紹介するのは難しい。今回のビデオではいくつかの商品だけをピックアップして紹介するので、もっと興味のある方は動画下の説明欄にあるブログのリンクから詳しい記事を読んでみてください。では、そもそもエイジングケアとは何でしょう。簡単って言うと、その古いものを捨てるケアと新しいものを作り出すケア、両方のアプローチを合わせてエイジングケアになる。ファンキャオのエイジングケア商品、捨てると新しいものを作る、その2つ概念を大切にし、古くなった角質状況や美肌の土台を作る機能に特化した商品が多いんです。では、まず、基本から紹介しようか。はい。エイジングケアを始まりたい人におすすめします。ファンキャオの基本的なエイジングケアはこの3つ。BC ローション、BC ビューティーコンセントレート、BC エモーション。なんで英語が出ました？ BC ビューティーコンセントレート、BC 化粧液。合ってます。もう一個は？もう一個はビシュビビス。もう一個。BC 乳液。BC ビューティーコンセントレートは、コラーゲンのサイクルに着目した美容液です。古いコラーゲンを排出して新しいコラーゲンを生み出すことを目指した商品となっております。BC ビューティーコンセントレートと一緒に使いたいアイテムが BC 化粧液と BC 乳液ですね。この2つには保湿効果がありますので、たるみやほうれい線、また乾燥が気になる部分に特に使用してください。以上が基本アイテムとなりますが、他にも悩み別にアプローチできる商品があります。そうですね、こっちですね。はい、ロジャーさん、この中で気になる商品はありますか？気になる、一番興味、自分自身が一番興味あるのは実はこれですね。このスキンブースターというんですけど、1ヶ月後に大事なイベントがあります、それとも、効果早く見たいなと思っている方々におすすめしたいのは、この1ヶ月の集中ケアでそこ徹底したエイジングケアを目指しているの BC インテンシブスキンブースター。ロジャーさん、スキンブースターはどうやって使うんですか？そうですね、見た目はちょっとわからないかもしれないけど、使用前にそのビタミンの誘導剤とエッセンスを混ぜて美容液を作るため、とっても鮮度ある美容液です。なるほど、APPS はその角層深部まで行き届き、肌密度を高める働きするために、その後スキンケアの十分発揮させることができます。実はファンケルには BC シリーズ以外にもアンチエイジングケアができる商品があります。そうですね。それがアクティブコンディショニング EX シリーズとエイジングケア洗顔クリームです、実は先週はこのアクティブコンディショニングシリーズはもう紹介しましたけど、肌の自活力にこだわって若い角層を作り出す、肌本来持つ美しくなる力を引き出すを目指しています。で、その EX シリーズの効果をより発揮させるために一緒に使いたいアイテムというのが、エイジングケア洗顔クリームです、新しく若々しい角層を作り出すために、古い角層をしっかり落とすことが大切だという考えから作られた商品です、透明感のある肌を目指してぜひ使ってみてください。今日のビデオはここまでです。また来週。ファンキャオエイジングケア商品の中で興味のある商品がありましたか？それとももっと知りたい商品がありましたか？ぜひコメントしてくださいね。ビデオが気に入ったら LIKE かチャンネルの登録もしてくださいね。来週までまた会おう。